皆さん、こんんにちはレック専任講師の木村真由美と申します、えー、皆さん突然ですが、土地家屋調査士という資格、ご存知でしょうか、ね、まあ、土地家屋調査士という職種、ねまあ、このような資格、まあ、職種、ねまあ、これを知っているかと聞かれて、まあ、なかなか認知度としては高くないんですね。 でまあ、司法書士さんまでは知ってるけれども土地家屋調査士んと首,首をねかしげられてしまうことも多いんですが、まあ、私レックでこの「土地家屋調査士」試験の講師をしております。是非、まあ、今回ね皆さんにこの「土地家屋調査士」という資格を知ってほしいというのと、まあ、あとは、ね、どんな試験なのか是、ね、非チャレンジしてみたいな。 まあ、そういった方が1人でもねえ増えてくれればということで、まあ、今回、まあ、10分ほどの、まあ、短いガイダンスになりますけれども、まあ、何種類か、ね、バンバン取っていこうと思うのでぜひ少しでもね興味を持っていただけたら、ねまあ、そういった引き続き取るものに関しても、まあ、見ていただければというふうに思います。でそもそも土地家屋調査士ってどんな仕事をしてるのか。ね、今回は はいまあ、このようなちょっとパンフレットを使って、ね、説明させていただこうと思うんですけれども、はいまあ、これパンフレット、今、ね、こういったスマホでも、ね、見ることができるのでデジタルパンフレット、ね、レクのホームページから検索していただくと同じ内容のものが、ね、これ見ることができます。こういいったものも、ね、ぜひあのご覧ください はい。で、もしね。お手元にパンフレットあるという方は8ページ9ページ見ていただくと。はい、まあと地下浴調査士の仕事ということで、こんな人たち、皆さんね。見て見たことあるんじゃないでしょうかね。普通に。街中でこんなカメラ覗いてるような人ね。見たことあるんじゃないかなと思います。で、まあこういった方を見かけたら、まあ、測量士さんかと。土地下屋調査士さんかね。そういった。 思思ってもらえればいいいかなと思います。はいまあ、正直私も若い頃は土地家屋調査士という資格すら残念ながら知らなくて、ねまあ、資格を知らないというよりも職業を知らなかったということになるので、まあ、こんなふうに測量している人たちを見ては、ねまあ、こんなふうにピースピースとか、ね、やっていたことを思い出します。 ね。で、まあ、今となってはもちろんね、こういった測量機器を除いているんだということもね、これわかりますけれども、まあ正直、測量士さんか土地家屋調査士さんかっていうのは、まあ、これ外からはちょっと区別つかないですね。まあ、機材も同じようなものを使っていきます。ただ、何のための測量かっていうところで、まあ、これ変わってくるんですね。で、土地家屋調査士の場合は何の測量かというと、これなんです。 不動産登記って何というふうにありますが、この不動産登記をするための仕事ということになります。じゃあ登記って何なのこれに関しては、はい、こんなものを見たことがある方いらっしゃいますかね。 はい。登記事項証明書。まあ、不動産に関わるお仕事されている方だったらピンとくるかと思いますけれども、まあ、昔で言う、まあ、登記簿登本なんていうふうに言われていたもので、はい。まあ、これを見ることによって、これは例えば、低分建物というふうにありますが、その建物に関して、はい。どんな建物なのか、どこに建っていて、どんな利用目的で使われていて、ね、構造は床面積はという、 その建物の物理的な現況というのが、こんな風に記録されていて、これを誰でも手数料払って見ることができるんですね。はい。そして、権利部。はい。所有者誰なのはい。抵当権等。他人の権利ついてるね。まあ、こういったことが誰でもわかるようになってるんです。で、土地家屋調査士はというと、この、表題部。 と呼ばれる部分について調査し、そして登記の申請をして、ここを明確にしてもらうというのが、土地家屋調査士の仕事になります。で、もちろん、これ誰がやるかって言ったら、基本的には今のだったら建物の所有者さんです。ただ、調査して、そして登記の申請をして、 ねまあ、そういったことが、まあ、普通に考えたら不動産の所有者がみんながみんなできるって言ったらできない人の方がもちろん少ないですよね。で人ができないことをその人たちに代わって、まあ、報酬をいただきながら仕事としていくというのが、まあ、土地家屋調査士の仕事でこの表題部に関する登記これを代理で申請することができるそれを行とすることができるのは土地家屋調査士ただ一人ということになります。 これをお金取って継続的にやったら、土地家屋調査士以外がやったらダメなんです。まあ、こういった独占業務がある、ね。ちょっと魅力的だと思いませんかぜひ、ね、興味を持っていただいて、そして、ね、じゃあ土地家屋調査士ってどうやったらなれるのか、ね。これもちろん試験を受けていただくということになるんですが、じゃあどんな試験なのか。ね、そういったことをバンバン、ね、あの短いガイダンスで上げていきたいと思っています。 でまずどんな試験なのかというところなんですが土地家屋調査士の試験ってちょっと変わってるんです。でまず仕事から見てもやはりちょっと変わってるんですね。さっきのページ上の段はフィールドワークなんていうふうにねちょっとかっこよく書いてありますけれども要はもう現場に出てその現地を調査する。 でだから、外に出るのが嫌いな人はちょっと向いてないかなと思いますが、まあ、こんなふうに測量等を行う。で、この測量に関しても、やはりね、あのー、街中で見かけるのも男性の方が多いですけれども、最近では女性の方も増えてきてるんですね。はい、これちょっとね、宣伝してしまいますけれども、まあ、昨年の ねえー、受講生で一発合格者です、ね、私の生徒なんですけれどもこんなふうに測量機器を除いて測量してっていうのも女性でもねこれはあの可能になってきています、ね、ですからどんどんね若い女性の方にもねチャレンジしてほしいなというふうに思ってますはいでこれだけではなくフィールドワークだけではなく今登記の申請を 所有者さんに代わって代理で行うんですよというふうに言いました。ということは申請書作成して、それの登記の申請をするというところでデスクワークもやはり必要になってきます。はい。だからこの土地家屋調査士の仕事の面白いところっていうのはフィールドワークとそれからデスクワークのバランスが程よくあるんですね。 でもちろん全部自分で最初から最後まで関わることこれってすごくやりがいのある仕事なんですねでデスクワークということでここ写真見ていただくと、まあ、ちょっと見づらいですけれどもこれ図面作成してるんですねでこの図面を作成するというのも土地家屋調査士の業務の一つで,で実際に仕事としてはもう今パソコン使って CAD のソフト使って書いていくんですがこれが試験では はいこんな風な三角定規2枚を使って作図をしていきますこれが試験の内容なんですこれもちょっと面白いですよねこの2枚の定規を使ってどうやって作図するんだ最初は皆さんめちゃめちゃ不安だと思いますでこれは私も自分が受験生の時やっぱりそうだったんですけれども慣れてくるとあかけるかけるどんどん面白くなってきます でこの作図の方法なんかはまた別のガイダンスで、ね、短いもので上げていこうと思うのでやはりちょっと長いと皆さんも、ね、ちょっと飽きちゃうと思うのでちょっと細ま切れにやっていきたいと思いますが、まあ、実際にこんなふうに書くんだよというのをここで実践して、ね、上げていきたいと思いますしあとは関数電卓なんというっていうものを、ね、これ使っていくんです。はい、関数電卓 まあ普通の電卓だったらね、まあ、日常的に使うこともあるかもしれませんけれども、関数電卓、ね。なかなか普通に生活していたら使わないです。ただ非常に使い出すと便利です。で、この関数電卓ということは、多少数学の知識も必要になってきます。さらに、六法。はい。まあ、これも必ずというほどではないんですけれども、講義の中で使っていきます。 要は法律も学ばなきゃいけないというのが土地家屋調査士の試験。はい。で、どんな法律を学ぶのかというと、はい。まあ、不動産登記というところがメインになってくるので、不動産登記法、これを中心に学習していきます。そしてそれに付随して、その土台となっている民法、これも学ぶことになります。ね。したがって法律を学びながら、関数電卓を叩いて、そして 定規を使って作図をして、こんな試験ってなかなかないと思うんですね。そして仕事に関しても、外に出て現地を調査し、そして登記の申請書を作成して、今はオンライン申請、これがどん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 普及してきていますので、申請自体もこれかなり楽になってきています。そういったところを、まあ面白いと思っていただければ、これ一発合格もこれ夢じゃないかなと思います。 そして完全独立開業の試験なので、まあ、例えば、ね、今こういった不安定な社会情勢で、ね、まあ、ずっと会社にいるというのがまあ不安だなとか、ね、まあ、そういった方も今かなり増えているというふうに聞きます、ね。で、そういった方、やはり手に職をつけるという上では、一つ、 選択肢に入れていただきたいなと思いますので、まあ、これで興味を持っていただければ、ね、どんどん別のガイダンスを聞いていただいたり、ね、あとは個別相談なんかもこれ設けていますのでぜひお問い合わせいただければと思います。はいえー、ということで土地家屋調査士という資格について、ね、少しお話をさせていただきましたけれどもこれから試験の内容等々もね、えー、これはお話ししていきたいと思いますので今後ともよろしくお願いします。 では今日はこの辺りで失礼します。